南ベトナム解放民族戦線。南ベトナム解放民族戦線。南ベトナム解放民族戦線。は、南ベトナムで1960年12月に結成されたフンサイゴン政権、反米、反帝国主義を標榜する統一戦線組織。略して解放戦線と呼ばれたが、ベトナムコンサン、を略したベトコンと通称されることも多い。 南ベトナムの民衆は、愚かサイゴン政権の要人にも秘密メンバーを獲得していたことでも知られており、今なお構成員だったことを公表していない人々が多数存在している。という名称は、元来、アメリカが主衆国、ベトナム共和国側による別称だったもので、ベトナム共和国の大統領であったゴディン・ディエムが、その名付け親と言われる。日本でも、 報道などを通じて入ってきたものが一般化した。中国共産党が中共を正式な略称としているのに対し、ベトナム労働党及びベトナム共産党が正式な略称としてベトコンを自称したことはない。政治団体、統一戦線組織としての略称は解放戦線、その軍事部門の通称は解放軍である。 解放勢力の訳語は、軍を意味する英語の勢力と訳したものである。またベトナム戦争期を中心に、南ベトナム民族解放戦線という日本語表記も使われていたが、これは語訳である。民族戦線は、コミンテルンが創始した人民戦線という抵抗方針のベトナム版あり、共産主義者だけでなく、民族主義者、愛国者も含めた統一戦線で、 ベトナムの独立、統一を目指そうという意図があった。アメリカ兵は、ベトナムの共産主義者の頭文字を取った BC、もしくは V と C の名とをフォネティックコードであるビクター・チャーリーの後半を取ったチャーリーとこだが、このチャーリーもジャップのような別称の意味を持つ。英語での正式な名称は、カ、であり、その略称は NLF、である。 1950年代後半のベトナム共和国は、政情が不安定であり、貧富格差の問題や、政権腐敗、仏教徒に対する弾圧などが生じていた。ゴディン・ディエム大統領に反発する勢力も増加していた。また、北ベトナムは、ジュネーブ協定に基づく統一選挙が実施されなかったため、武力闘争によるベトナム統一を検討し始めた。これらにより、 1960年12月20日、退任省において、元ベトミン、ベトナム独立同盟会らを中心に、南ベトナム政府に対する反政府組織として、南ベトナム解放民族戦線が結成された。議長は空席のまま、副議長兼書記長が務めた。1962年2月16日から3月3日、戦線の第一回大会が開催される。この大会で、 中央委員会が設置され、31人が選出された。また、弁護士のグエン・フー・ウートが中央委員会幹部会議長に選出された。解放戦線は、実質的にベトナム労働党が主導していたが、GM 政権などに反発する仏教徒や自由主義者、家教なども多数参加していた。これにより、ベトナム共和国国内に内戦状態が発生し、 ベトナム戦争が始まった。南ベトナム軍のほか、アメリカ軍、韓国軍などと戦ったが、圧倒的かつ近代的な戦力を有する敵に、対してゲリラ戦で臨み、一定の損害を与えた。弾薬や燃料以外の補給体制が極めて貧弱であったが、農村を遊撃根拠地とすることで、物資の現地調達、略奪含むや、現地徴兵により、長期戦を戦った。 しかし、捕虜となった米兵や、南ベトナム兵を過酷に虐待し、サイゴン政権の情報員や密告者とみなした市民や、同様分子とみなした兵士を人民裁判で即刻、処刑するなども行い、テト構成で、笛を一時占領した際にもサイゴン政権の管理、関係者、関係のない民間人、学生やキリスト教の神父、 外国人医師などの一般市民などを大量処刑し、無差別テロを行ったとされる、笛事件。また、南ベトナム政権に揺さぶりをかけるため、各地で一般市民を巻き込む、無差別爆弾テロ事件も数多く起こした。1968年2月12日の本人医、本ニャットの虐殺は、南ベトナム解放民族戦線による暴略であると、する主張が、 韓国軍からなされているが、韓国軍からの報告を受け取ったアメリカ軍では、アメリカ軍監察官の陸軍大佐による調査が行われ、1970年1月10日に、韓国海兵隊による虐殺事件であったことを明らかにした報告書が提出された。ベトナム統一後、隣国のカンボジアでは、新中のポルポト政権が誕生し、 中国がベトナム南部への干渉を図ったことで、北ベトナム政府が中国の影響力が強い南部独自の軍事力が干渉を受ける、牽制を危惧して、軍事部門はベトナム人民軍、北ベトナム軍に吸収し、組織は、に合流する形で解体した。解放戦線兵士は、北の指導部からうんじられるようになり、解放戦線議長であったクエン・フートが名誉職である。 国会議長にわずかに就任した程度で、中には反発する元兵士も出た。1960年12月の結成大会時は暫定執行委員会が指導部の役割を果たし、委員長と総書記が置かれたが、議長は空席とされた。1962年2から3月、第1回全国大会が開催され、52人で構成する中央委員会と、 最高機関としての幹部会が設立され、幹部会議長、幹部会副議長の職が置かれた。また、初期局が設立され、初期長職が置かれた。中央委員会の付属機関として、軍事委員会、公共保健衛生委員会、情報、文化、教育委員会、対外関係委員会、経済問題委員会、通信、電気委員会が設けられた。戦線は、 所定校組織の緩やかな連合体であり、以下の政党、団体等が参加した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。